皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。プチ音楽理論講座第 1.5 回目でございます。 1.5 回目先日ね、1回目 の動画を公開させていただいたわけなんですけども、たくさんのコメントとね、ご視聴いただきまして、皆様本当にありがとうございます。で、その中にですね、ちらちらとそのご質問みたいなのがありましたので、この動画の中でですね、ちょっとこれは取り上げてみようかなみたいな感じの、ご質問ですね、取り上げてお答えさせていただこうかなと思っている、その 1.5 回目の動画でございます。よろしくお願いいたします。ただし、かなりマニアックというかですね、本当もうすごいこの雑学に近いところなんですよ。なんで今回のこの動画ですね、見て覚えてもですね、あんまり役に立たないと思うので、そこだけはちょっとご了承いただけたら嬉しいなと思っております。本当もうめちゃめちゃにこのマニアックで結構雑学に近い、そんな感じの話でございます。今回取り上げさせていただく質問はこちらでございます。ババン、滝沢様。フォースとフィフスがなぜフォース、フラットフィフス、フィフスの表記になるんでしょうか？メジャーフォース、マイナーフィフス、メジャーフィフスではないんでしょうか？よろしくお願いします。小文字の M イコールマイナー、大文字の M イコールメジャーということはなんとなくわかります。ということで、こんな質問をいただきまして、ありがとうございます。お答えしましょう。キリッ。ただ、マジで雑学の範囲です。マジで雑学の範囲。前回のそのね、1回目の動画の時にですね、僕がそのインターバルの話をして、2367に関しては、マイナーメジャーって名前がつくんです。で、1と4と5に関しては、そういうのがつかないんです。これはなぜかというと、理由はあるんですけど、今回割愛しますなんて言ってましたが、その説明です。その説明です。長くなるんだ。本当に。長くなる割には、別に結構どうでもいいんだ。そうだな。まずその周波数っていう話からいかなきゃいけないかな。周波数。その音っていうのはその空気の振動なわけでございますよ。だからその宇宙に行くとね、その空気がないからさ、そのね、音って伝わらないわけなんだけれども。その時間がこういう系列があります。で、このね、音をバーンって発すると、このね、車の音であろうが、声であろうが、そのね、こういう空気の振動が生まれて、で、この空気の振動が、このとこがですね、その1回の振動に対して、1秒間にその何回あるか。何回振動するかっていうことで、そのヘルツっていう単位でね、その音程を表すことができるわけなんですよ。なんでよく聞くのが 440Hz。音差とかの音ですね。ギターだったらその5弦5フレットのハーモニクスの音です。1秒間に440回、こうプーって、鳴っているこの音程があるわけなんですけども、これをね、じゃあこのラにしようよと。こういう基準があるわけでございます。440Hz をラに選定して、だと、決めて、で、そのチューニングをしていこうっていうのがですね、本当にすごい昔、1800年代ぐらいにですね、そのイギリスで提唱されて、それが今、そのスタンダードチューニングになっているわけなんですけども、こういうね、この空気の振動っていうのが、ありますと。で、その空気の振動、2つの音を同時に鳴らしたとしましょう。例えば、ちょっと低い音程だからね、あんまりこういう、例えば出せないんだけれども、ちょっとね、数字がシンプルなんで、こういう音。音だとします。A という音は 100Hz です。1秒間に100回、振動します。で、B という音は、200回。振動しています。で、この A という音と B という音が、同時になったときに、このね、対比にしたときに、シンプルであればシンプルであるほど、人間というのはその美しいとか、綺麗とか、共和して聞こえるとか、気持ちいいっていうふうにこう聞こえるわけなんでございますよ。この場合だったら1対2じゃないですか。これめちゃめちゃシンプルですよね。でも逆に、これが 100Hz 対、例えばですけども、その 179Hz とかだとしましょう。これ多分、約分的なことできないと思うんで、おそらく対比としては100対179とかになると思うんですけども、こんな感じでめちゃめちゃ複雑なものになると、やっぱ人っていうのはですね、不協和音だと。聞きにくいというか、不快というか、なんだこの音みたいな感じで、ちょっとこのね、気持ちよく聞こえないっていう音程になるわけでございます。なんで、ここで覚えていただきたいのは、まずその周波数は音の波であるっていうこと。で、二つ目は、その対比がシンプルであれば、美しい。対比が複雑であれば、気持ち悪いっていうふうに聞こえるということ。この二つはちょっと、大前提となりますので、覚えておいてください。じゃあ、その対比。いろいろこのある中で、気持ちよく聞こえる音をですね、グループ化していこうよっていうこの動きがあるわけなんですよね。で、さっきその出てきたその1対2とか、例えばその1対1とか、これはその 100Hz と 100Hz ってことですよね。同じ音程ってことです。これはもうもちろん美しく聞こえますよね。で、その次もその2対3とか、3対4とかあるわけなんですけども、この4つのグループを、めちゃめちゃこの共和して聞こえるから、じゃあ完全共和音程っていう言い方をしようよっていう。完全、共和音程。という動きがあったわけでございます。完全共和音程。
で、とりわけこの2つ、この2つはむちゃくちゃ共和して聞こえるので、さらに共和して聞こえるので絶対共和音程、ああ漢字がすいませんなんかいろいろヘロヘロでと言おうよという流れがあるわけでございます。この4つに関しては完全共和音程で、とりわけこの2つは絶対共和音程っていう言い方をしようっていうのがあるわけですね。で、この先にこのまたこのいろんなこの音程が出てくるわけなんですが、ちょっとですね、この辺あんま使わないから、ね、ちょっと覚えたいんですよね。4対5かな。ちょっとごめんなさい、当てずっぽで一回書きます。4対5と5対6と3対5と、なんだっけかな、5対8かな。なんかね、こんな感じなんですよ。さすがにこの辺の数字まず使わないからちょっとあまり覚えてないんですけど、多分これで合ってるはず。2対3、そうですね、4対5と5対6と3対5と5対8、合ってますね。この4つのカテゴリーに関しては、不完全共和音程というカテゴリーにしましょうと、いう動きがあるわけでございます。で、この完全共和音程と、不完全共和音程以外の音はもう全部、不協和音程です。不協和音程、漢字全部なんで、グループとしてはこのね、1の完全共和音程と2の不完全共和音程と3の不協和音程ってのがあるわけなんでございます。なんとかこれは分かりますでしょうか。で、これそれぞれですね、まあ、そのもちろんその音程があるわけなんですけども、音程とかそのインターバルがあるわけなんですけども、まあ、1対1っていうのはですね、まあ、その 1度ですよね。ちょっとパーフェクト1って言い方をします。パーフェクト1、完全共和音程なんで、で、これはそのパーフェクト5th です。で、これがパーフェクト4th、あ、嘘です、嘘つきました。これがパーフェクト8、オクターブですね。完全8度、そして日本語で言うとその完全1度、完全8度っていう言い方をします。で、2対3がこれが5度かな。2対3完全5度、で、これが完全4度です。で、この完全グループだからパーフェクトっていう言い方をするんです。パーフェクト、パーフェクトファースト、パーフェクトエイスかな。で、パーフェクトフィフス、パーフェクトフォースみたいな感じで。で、4に関しては、これがそのメジャーサードですね。これがメジャーサード。これがマイナーサードかな。マイナーサード。で、これが、なんだ、超6度か。超6度だから、メジャー6で、これがマイナー6と。まあ、こんな感じなわけでございます。こういうこの完全っていう名前があるから、パーフェクトという言い方をするんですけども、で、この P に関してはですね、その前回 そのインターバルの時にですね、まずわざわざ本当は書かなきゃいけないんだけども、ちょっとこの省いて、この1とか8とか5とか4とかっていう言い方をしたわけなんでございます。まあ、1854に関してはですね、別に P って書かなくても、意味合いは通じるので、まあ、省略しているんですけども、3627に関しては、3とだけ書いてもですね、マイナーかメジャーかどっちか、表せないので、まあ、必ずそのね、大文字の M か小文字の M かをそのつけるっていう、そんな感じの、あるわけでございます。だからそのグループとしてはここでそのぶったりこのぶった切られるわけですよね。その完全グループと、それ以外っていう感じで、それこれがですね、そのままそのご質問いただいた、なぜその1854に関してはそのね、マイナーとかメジャーとかつけないのか、なぜそれ以外にはそのね、パーフェクトの名前をつけないのかっていうのが、もうこのままの、理由でございます。なんとなく見えましたでしょうか。どう、すごく、ああなるほど、うわーすごい役に立たなそうって感じでしょ。すごいでしょ。で、ここに関してですね、またこのさらにもう少し掘り下げると、よいしょよいしょ、まあ、そのグループとしてですね、その、ちょっと日本語でいきます。どうしようかな。完全、これパーフェクトです。完全グループ。1、4、5、8ですね。完全グループと、こっちがその短いと書いて、単、マイナーです。マイナー。単と、超、メジャーです。超。というグループがあります。で、こっちは、2、3、6、7です。で、これらのその音程が、まあ、そのシャープ、この上がる、上がると、このゾウっていう言い方をするんですよね。ゾウ、英語で言うとそのシャープです。シャープ、ゾウ。
だからその1度がその完全1度ですけども、その完全1度がその1個上がるとそのね増1度っていう言い方をするんですよね。もしくはそのシャープファースト、4度だったらば、シャープフォースか、もしくはその増4度、5度に関してもその完全5度からシャープしたら、増5度っていう感じで、シャープフィプスとかで、さらにこの完全からこっちが、下がると減という言い方をします。減る。でこれがその英語で書くとフラットなわけです。フラット、まあその減5度とか減8度とかっていう言い方をするわけです。でさらにちょっとマニアックなんですけども、ちょっと書ききれないんですが、この先に重い、増えると書いて重増っていうのもあったりとかします。重増、さらにダブルシャープってやつですね。こんな感じの記号なんですけども、でその減からさらに下がると重いに重減って書くんですけども、ダブルフラットっていうのもあったりとか、します。こんな感じ。完全グループとそれ以外グループのそのシャープとフラットのまあ関係性をまあ図で表すとすると、まあこんな感じでございます。あんま出てこないんですけども、確か2367に関してもですね、そのメジャーからさらにこうするのかね、増産度とかって言ったりとかするとか、そんなのあった気がするんですけど、ちょっと見たあんま見たことがないからね、ちょっとこれはなんかあんまり僕も理解できてないところというか、実感わからないところなんですけども、まあこんな感じの図があります。で完全に関してもですね、そのまあ増5度とかはね、まあこの後そのトライアドっていう名前が出てきて、その時にそのオーギュメントというコードを学ぶんですけども、その時にまあその増5度出てきます。あのシャープフィフス。でもその先のこのね、重増、ダブルシャープとか、その重減、ダブルフラットとかはですね、あんま出てこないんだ。たまに出てくるんだけど、すごくたまに出てくるんだけども、あんま出てこないんだ。そういう言い方をしなきゃいけない場面が、あの、キーによって出てくるんですけども、その時にちょっとこれ使わざるを得ない時があったりとかするんですけどもね、結構まあマニアックであんまり見ない、ところでございます。まあこんな感じの関係図をまあ頭の中に入れておけば、まあ割とね、あのインターバルの話がですね、まあちゃんとこのストンとこの腑に落ちるんじゃないかなと思うんですけども、いかがでございましょうか。こういうことでございました。先ほどの質問にお答えすると、こんな感じの、説明になります。いかがだったでしょうか。これ何分ですか。12分。そうです、この説明をするのに12分かかるんですけど、まあ説明したところで、まあ別になくてもいいじゃないですか。まあそういうものだと割り切ってもいい内容じゃないですか。っていうことで、まあ前回の時は、ちょっくら、割愛させていただいた次第でございます。はい、そんな感じでございます。どうでしょうか、納得いきましたでしょうか。まあもしまだ引き続きね、わかんないことがありましたら、またこのバシバシとコメントいただけたら幸いでございます。でもう一件ぐらいちょっとコメント拾いたいのがあるんですよね。ちょっと消しながら読みましょう。どれだっけかな。あ、これだ。ディグリー、調べれば調べるほどドツボにはまります。特にマイナーセブンスはフラットセブンスと言ったり、ドミナントセブンスと言ったりで、わけがわからなくなりそうです。シチュエーションの呼び方が変わると理解してますが、確信は持ててません。ということで、そうですね、そうです。おっしゃる通りです。これはですね、インターバルの話とコードトーンの話をですね、多分、混合されてらっしゃるかと思います。ちょっとこれも少し説明しますね。ディグリーってまあおっしゃってるんですけども、まだちょっとその、この講座の中でまだディグリー出てきてないからさ、ちょっとディグリーって何ってなっちゃうかもわかんないんだけども、まあそのインターバルの話はですね、その前回言ったように、そのセブンスの音はですね、そのマイナーセブンスとメジャーセブンスの音があるよっていうのが、まあ、あるわけでございます。けどそのコードトーン、例えばその C メジャーセブンスっていうこのコードがありました。ちょっとこれまだ説明したいんで、ごめんなさい、すっ飛ばして。これのそのコードトーンとしては、1メジャーサード、フィフス、メジャーセブンスっていう言い方をするんですけれども、まあこんな感じでそのコードの中の構成音としてこういう言い方が存在するわけなんですよ。で、その方や、そのもう片方のそのディグリーという世界、ディグリーという世界に関しては、その、このコードの構成音じゃなくて、キー C の場合は D メジャーセブンス、D マイナーセブンス、E マイナーセブンス、F メジャーセブンス、G セブンス、A マイナーセブンス、B マイナーセブンス、フラット5っていうのがあって、で、このコードの並び要素、毎回そのね、名前で言うのもめんどくさいし、書くのもめんどくさいから、1度のコード。本当はこのローマ数字を使わなきゃいけないんだけども、こういうやつ。こうかな。ちょっと私このローマ数字すごく嫌いなんでちょっと使いません。アラビア数字でいきます。アラビックでいきます。 1,2,3,4,5,6,7 というこの名前をここにつけていこうっていうのがそのまあディグリーの世界の話なわけでございます。でそのフラットセブンスとかって言ってるのはこの話です。
ここの話じゃなくて、このコードの構成音の話じゃなくて、ディグリの世界でキーのコードを1と見立てた時に7番目のコードをさあどうするかっていう話なわけなので、ちょっとこの世界とこの世界を混合しちゃってるっていう、そういう話かと思います。特にそのドミナントセブンスに関しては特にそうですよね。ドミナントセブンス。ドミナントセブンスってそのドミナントってこれのことなんですよ。ドミナント。こいつ。そのトニックとサブドミナントとドミナントってなんですけども、まあ、ドミナントイコール5度のことなんだけども、ドミナントセブンスっていうのはその5度セブンスのことです。5度セブンス。まあ、キー C の世界でいけばこの G7 ですね。これのことです。ドミナント7っていうとその G7 のことを指します。この構成の中のそのね5度とか7スのことではなく、ディグリーの世界でこの1から数えた時の5度の音を何とかするっていう、いう話なわけでございます。ちょっとややこしいですよね。まあこれおいおいこの講座が続いていくと、結構先の方なんですけども、多分7回目、8回目、9回目とかになると思うんですけども、ディグリの話が出てくるんですが、その時に、わーっとお話をさせていただこうかなと思います。ちょっとまあね、コメントで、まあいろいろあったんですけどもね、まあせっかくコメントいただいたんでお答えさせていただきましたが、ね、そんな感じでございます。ちょっと他にもですね、1回目のその、インターバルの質問ならばいいんですけども、インターバルに関係ない質問が結構あったりとかするので、ちょっとまあ、これ以上その取り上げるのはちょっと避けようかなと思っている次第でございます。まあ、よければですね、とりあえずこの動画に関してもですね、この動画の中に、あったその疑問点とかを、まあ、その今後も中心に取り上げていくので、別にコメントいただく分はいいんですよ。コメントいただく分にはもちろんすごく嬉しいですし、まあ、おいおい、それは取り上げていくんですが、とりあえずまあ目先として取り上げるものに関しては、今まで取り扱ってきた内容に関する質問をね、中心に取り扱っていきますので、その辺はですね、ご利用いただけたら嬉しいなと思います。俺コメントしたのに仕方されたよとかって思わないでくださいませ。頑張ってコメント返信しておりますので、よろしくお願いします。そんな感じで終わりにさせていただきましょう。もし何か引き続き疑問とかわからないこととか聞きたいことがありましたら、バシバシとコメントいただけたら幸いでございます。それではそんな感じで終わりにさせていきましょう。第2回も楽しみにしてくださいませ。さよなら、グッバイ、じゃあね。